どうも、皆さんこんにちは、キヨキヨです。いやー、タイトル見てですね、ご覧の通りわかると思うんですけれども、私ですね、ついに、2016年6月28日をもちまして、私、YouTube、なんと2年になります。いや、もう本当に、いやー、まあ、もう6月も過ぎちゃってますけど、ちょっとね、本当に Twitter でもですね、つぶやいてですね、おめでとうございますとかね、言ってくださったんですけど、2年いや、これ本当にすごいなと思いますね。もう本当ね、もう皆様のね、もう皆様が見てくれたり、あとはその本当にね、リアルの方でも様々な方のですね、支援であったりとか、その、なんていうんですか、メンタル的な面とか、技術的な面、様々な方がね、協力してくださったので、まあ、2年続けることができたと、マジで思ってます。本当に思ってますよ。で、じゃあ、2年、なんかしたいなって思ってるんですよね。なんかしたいって思ってるんですよ。で、じゃあちょっとコメント欄にね、なん、キヨキヨにやってほしいこと、募集中みたいな。そういうね、ちょっとコーナーということで、コメント欄にね、キヨキヨに2周年ということで、なんかやってほしいことを募集中でございます。いや、ちょっとね、語るとね、これちょっと語っちゃっていいのかな、ちょっとわからないんですけれど、2014年の6月28日に始めたんですね。いや、当時はね、やっぱりその声を出すことってすごい恥ずかしいじゃないですか。ちょっと皆さん想像してほしいんですけど、じゃ今自分の部屋で見てる方ね、見てくれてる方、声出してみてください、いきなり。じゃあ例えば佐藤さんっていう方が見てくださってたとしましょう。私の今の YouTube を、佐藤さん、どうも、佐藤ですとか言えますかね。わかんないですけど、いや、それがね、最初本当に恥ずかしいというか、ちょっとなんかこう変人だろみたいなね、近所の方とかに思われちゃうんじゃないかってことで、布団あるじゃないですか、布団をこうかぶって、もう小さなマイクにこう、どうもこんにちは、キヨキヨですとかボソボソ言ってたんですよ、マジで。それが今なんかもうレジェンド動とかさ、何課金動画でポチーとか言ってるじゃないですか。いや、まあ人って変わるんだなとか思いつつ、いや本当に、でも本当進化したなっていうのは本当感じますね。なので、今後ともですね、本当に私はですね、3周年に向けて今2年と数日をですね歩み始めました。3年後じゃねえよ、3年目、果たしてどうなってるんでしょうかね。マジでちょっと本当、ツイッターでもつぶやいたんですけど、半歩前進を毎日ね繰り返していけば、ちょっとね、長い道のりではありますけど、ちょっとずつ前に進んでいこうかなと思います。で、ちょっといい話ということでね、本日は本当にね、もう今見てくださってる方々、そしてまあそうですね、時々見てくださってる方々、もう全ての方にありがとうということで、私これからも3周年、いや3周年とかじゃないですよ、もう頑張りますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。問題です。戦艦ヤマトとシナノは次のうちどれですかね。考えてください。正解はこちら、戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。